忍者 ZX6R が4年ぶりにモデルチェンジ、排ガス規制に対応し新たなデザインとメーターを獲得。新型忍者 ZX6R 先行販売の北米&欧州2024年モデル、どこが変わったのか。ライバルホンダ CBR600RR との違いがわかる動画です。川崎は北米&欧州で新型忍者 ZX6R を2023年6月6日発表した。排出ガス規制はユーロ5に準拠し、TFT カラー液晶パネルを採用。2022国内モデルから2024欧州モデル、主な変更点。ユーロ4からユーロ5対応、令和2年排ガス規制と同等。全高 1100mm から1105mm、5mm アップ、スクリーンが大きくなった。重量 197kg から198kg、1kg アップ。馬力 126PS、13500rpm から124PS、13000rpm、2馬力ダウン。トルク 70Nm、11000rpm から69Nm、18800rpm、1Nm ダウン。燃費 18.3km パーリットルから16.4km パーリットル、1.9km パーリットルダウン。カムプロファイル変更。アナログタスデジタルから 4.3 インチカラー TFT メーター。スマートフォン連携。インテークファンネル変更。新型ヘッドライト。新型スクリーン。新型フロントウィンカー、リアウィンカー。 ZX10R モチーフのデザイン。エンジンシルバーからブラック。ステップ類シルバーからブラック。ブレーキローターペータルディスクから深淵タイプ。ライディングモード。パワーモードはフルパワー、トローパワーの2段階。トラクションコントロールは3段階。システムオフが選択可能。から、ライディングモードを統合。スポーツ、ロード、レイン、ライダー、マニュアルの4モードから、トラクションコントロールとパワーモードを簡単に選択できるようになった。色、北米3色。ライムグリーンエボニー。メタリックフラットスパーク。ブラックエボニー。パールロボティックホワイト、メタリックグラファイトグレー。欧州2色。ライムグリーン、エボニー、メタリックグラファイトグレー、メタリックディアブロブラック。馬力とトルクと燃費は悪化となったが、厳しい排出ガス規制に対応しつつ、中低域のパワー特性の増強や、ライディングモードを統合、液晶メーターと扱いやすさに磨きをかけた。ライバル CBR600RR と新旧 ZX6R との三者比較。 CBR650RR は2020年国内モデル。新 ZX6R は2024年欧州モデル。旧 ZX6R は2023年国内モデルでの比較です。比較結果。エンジンパワーだけ比較すると ZX6R の方がパワーがあるが、CBR650RR には IMU 連携の ABS やトラコン、ウィングレットなどを装備している。個人的推測。発売時期、ZX6R 新型欧州モデルの日本発売時期は2023年12月頃。販売価格、日本発売価格は10万円アップの150万円前後。
後に ZX6R の国内販売にあたり ETC 標準装備し川崎ケアモデルとして発売される。ライバル CBR600RR は令和2年度規制ユーロ5には対応しないとの噂があったが、デビュー20周年を迎える2023年内に新型が登場する模様。軽さとパワーを両立した600スーパースポーツのカテゴリー ZX6R と CBR600RR が規制をクリアしたのは素晴らしい。川崎とホンダにあっぱれ。あっぱれ。これからもいろいろなオートバイ関連情報を発信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。